あっちゃんです。今日10月の22日月曜日、あっちゃんの朝ごはんだけど、昨日のね、チーズチキンを温めて、つけつけパンで食べたいと思います。焦げないようにね、ちょっと混ぜながら温めたらあかんから、ちょっとまあカメラから離れてんだけどね。もうそろそろプクプク言い出した。あんま熱いとの。ね、猫舌ちゃんなんで、まずまず、コーヒーを、昨日のね、ワンダのブラック、作ってないね、まだコーヒーね、開けたしまあいいかみたいなね。チーズチキンで、コーヒー、ミルクや。ミルクを入れましょう。で、パン今ちょっと焼いたんだけど、ちょっとチーズ乗せてね、焼いてんの。チーズチキン、チーズ。何人かどんだけチーズ好きやねんってツッコミ入れたはずやねんけど、正解です、そのツッコミ。はい、ということでね、パンが焼けるまで待ってましょう。はい、寒いよ。はい、できました。チーズを乗せて焼いただけのパンとチーズチキン、なんとなく気分はアイスコーヒーとホットの麦茶、これで食べましょう。お出かけの予定やねんけど、マイクつけるの忘れたね。お出かけをしようと思って、朝結構ね、子供も送り出して、早くに準備をしようと思ってね、あ、そうやんって今日動画がまだ全部できて、昨日もしんどくってさ、しんどいって途中までやって、ライブの時に長い動画、レンダリングをやって、あと細かいの何本か残してんけど、朝起きてしようと思ったんけど、やっぱうまくいかへんかって、結局今10時15分。いただきます。うん。美味しい。10時15分に、あれしてね、朝ごはんやねんけど、なんかね、テンション的にはね、この前金曜日と、時間的には昨日ほど前の金曜日と一緒やねんけど、テンション的にはそこまで落ちてない。うん。なんかね、テンションが落ちるとダメになっちゃう。一気に落ちてしまうねん。だから、バカやって、保ってないと落ちちゃうねんね。だからいつもね、ぐちゃぐちゃですか、ムカつくのよ。やる気よそがれんの。やっぱそういうところは、アクターって言いながらもクリエイターのところが。クリエイターって、自分の今のテンション保たれへんかったら、作った作品ぶち投げるっていう、そういうとこもあるから。自分でも分かってんだけど、嫌な。早くやなって、思ってんだけどね。分かってんねんって、分かってること言うなよっていうのがね、もう嫌で。結構そういうとこもあったりしてね。だから、結構ね、人のやる気をそぐやつっていうのが多いねんね。やつらの餌食になったらあかんから。ほっときゃいいとか言う人もんだけど、目の前にいてるとムカついてやる気がなくなるね。
仕事しててさ、さあいつまでにしようとか言ったらネガティブなこと言うやつおるやん。一気にやる気なくなる。今かぼちゃ、朝から子供が食べ残したかぼちゃがあるの。うん、美味しいね。チーズのせたパンがね、めちゃくちゃ合う。うん、耳のねカリッとしたところにこうまぶして、うん、美味しい。今日はね予定しとった、まあ予定ってことないけど、大体ちょっと行きたいところの候補が何か所かあって、ね、和歌山方面行きたいなと思って動画編集しながら考えとったんね。で予定立てるとねずれたりすると嫌になるからもう立てへんねんけどね。そうどっか行こうかなって、まあ、大体のせんね基本足のむくまま、木のむくままやけど、なんか変な場合だ。だからそうなんで、今回はねテンション下がらんようにね、テンション保ちながらどっか行こうかいなと思っとって、で和歌山方面に行こうかなとかもな、まあ、どっちにしてもね1個目の交差点はね左曲がりな気分やね今ね。和歌山方面に行こうか、左曲がって飛鳥方面降りようか。で飛鳥のね歩き歩きしたかってんけど、したかってん飛鳥行こうかと思って、ちょっと遅れだし10時になってしもたから、またもうそうなったから和歌山ちょっとしんどいなと、まあ、和歌山言うても2時間もあったら行けるから、10時やから11時に出ても1時に着くで帰ってきて2時間の3時なら1,2,3,3,4、まあ、時間は遊べるから、岡山行こうか。なんか泉佐野漁港行こうかな。漁港行きたいな。市場泉佐野の行きたいなと思ったりもして、思ってるよね。もうどっちでも2時間2時間思ってるけど、腰が痛いの。やっぱ近場にしようかな思って、でやっぱりね降りて歩きたい。和歌山行ったら、ちょっと和歌山でね、うろちょろうろちょろしたいなと思ってるから、ちょっとしんどいな。和歌山でうろちょろしゃんでいいとこ行こうかな、お魚欲しいな思って、黒潮市場行こうかな、本マグロが食べたくなってさ黒潮市場行こうかな。で調べとったら和歌山やったらね、あの京南は降りてて、これ京南から阪和乗ったら泉佐野漁港行けるなこれもありかな。で阪和からもうちょっと帰ってもいいかなと思ったり、いろいろね考えとってんけど、和歌山でね港とかでそういう市場とか、市場じゃなくてもいいんだけど、そういう生鮮売ってたことないかなと調べたら、那智勝浦かなんかにマグロが安くていいところあるって書いてあって、あいいなそこ行こうかなって、よう見たら新宮の、まだ新宮の三重より、無理みたいな行けんことはないけど、かなり遠いんだよね。ちょっとと思ってさだから、ちょっと遠いとこやめようか。吉野、またこの前もね東吉野から吉野回ったからやねんけど、吉野もうちょっと足伸ばして、書き換えに行って釣り橋行ってのプランがいいかなって考えたりね。なんか見てやねん、こっち向いて走った都合で行こうか思って、ね、大台ヶ原行こうか、
なんか今天下は全財店さん行きたいなと思ってんねん、悩んでんの。まだ行き先決まってんねんけど、もう今10時半でしょ。30分ぐらい お着替えしてメイクしようと30分だから、家出んの11時。なら1時間でつけるとこ行かんとお昼中途半端になるから、お昼どっかで食べたいから、まあ、お弁当作ってないんね。だからお弁当がないんで、ね、お昼食べられるところでできたらね、その地のものを食べたい、お弁当作ってもいいねんけどな。だったらこの前のアニパと一緒のプランになってしまう。まあそれはそれでいいねんけど、でもね、今日はお米がないの。炊いて子供に入れて、子供が朝から2人ご飯食べていったらなくなっちゃったんや。弁当作らんでよかったなと思って。下はね、下はお米がないとテンション下がるんだから。で上が今日ご飯とか言ったら お弁当と2人のご飯でなくなっちゃうんだよ、この分余裕見て大丈夫なかったけど、今日はいいかなと思って。今お弁当作る気もなかったんでね、11時に寝て1時間半寝つけるとこでお昼食べられるとこ探してこうかな。もう残した何斤食べとこ。おいしいね。きんぴらごぼうちょっと残した。これうまい。醤油の風味よくあるなこれ。美味しいし。あ、アレクサ、明日は何の日？1869年10月23日に東京から横浜間で日本で最初の公衆電信線の建設工事が始まりました。実際に電信が開通したのは翌年の1月のことでした。この日は電信電話記念日に制定されています。電信電話開通、電信電話の工事が始まった日。だから1年で東京横浜間って言ったね今ね。電信電話の工事終わるってすごいね、ある意味ね、まあ、それがね今の日本の電話の始まりやけど、約150年ぐらい前、でもほんの150年前まで電話がなかったもんね。すごいね、そう思ったらね、進歩っていうか、もう今ねアメリカともインターネットで無料で電話できるとかすごいよね。そんなもん技術革新、あっちゅう間に技術って良くなってくる。今から100年後どうなってんのやろなって思ったりもするよね。まあそういうね、ちょっとあの SF チックな話、妄想めっちゃ大好きなんでね、妄想想像でね物事語るのすごい楽しい。でも妄想想像で人に嫌な気分させたり人を貶めたりする妄想とかね想像はダメやけどね。で人をね誰も傷つけない想像妄想で、それはねストーリードラマっていうのはね、あの人を喜ばすけども、想像妄想で自分たちだけが楽しんで人を貶めることって、ね、一番もってのほかへ立っちゃうもんね。まあ、そんな話はどうでもいいね。電信電話が、工事が始まった日ってことでね、それが日本の、ね、電話の始まりで、今やね電話でみんなとお話できる、もう今線使わんでもね携帯で電話できる、ありがたいお話ですということでした。はい、ということで、まあ、なんかねスイーツの女王がなんかいろんなもの紹介おすすめさんやんねんけど、ちょっと気になるけどね。これ見ながらちょっとねお着替えしてメイクしてお出かけの準備したいと思います。左のね腰骨の横の筋時々なんだけど、ここが痛い。これやると痛いね。さあでも頑張って行ってきます。京都嵐山やって安納芋プリンやって、おいしいやん。あ、ここの店知ってる
第一知ってるわ。はい。はい、ということで、くしゃみが。はい。行ってきます。うん、腰が痛い。プリン凍らしたもん。痛い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 。お尻が痛い。お尻が痛い。なんか座骨神経かな。わかんない。うん、まあ、ちょっとこんなこと言ってられんで、ね、お着替えして、舞台衣装に着替えて、今日はちょっとお出かけしていきます。さあ、どこ行くでしょうか。この後のメイク、その後のドライブ動画に続きます。ではまたね。バイバイ。あ、今日のあっちゃんの朝ごはん良かったよって思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバイ。次の動画でお会いしましょう。